千獣菊は、菊花公僧属の一年草で、観賞用に栽培される草花である。千獣菊とは、開花期が長いが、万獣菊、苦弱草よりはやや短いために名付けられたものである。しかし園芸会では、解説書や種の絵袋などのほとんどに、万獣菊と表記してあることが多い。また、よく使われる英名のアフリカンマリーゴールドも、この植物が、 アフリカ大陸とは全く関係がないことから、現在の英米では、メキシカンマリーゴールド、またはアズテックマリーゴールドと呼ばれるようになっている。中国語では、千樹菊を万獣菊と言い,い、クジャク層を報告万獣菊という。メキシコ原産の一年草で、草丈は普通60から100センチメートルになるが、30センチメートルくらいの Y 生種もある。茎は直立し、 最初の花を咲かせた後はよく分子する。葉は耐性し、鵜上服用で、潰すと青臭いような独特の周期がある。花は5月から霜が降るまで咲き、現在では直径10センチメートルを超える大輪のものが多く、八重咲きで、花色は鮮やかな黄色、またはオレンジ色である。高温と多湿にやや弱い。干渉用に栽培され、切り花にも利用できる。 ネマトーダと呼ばれる線虫の駆除用に栽培されることもあるが、そのためには、少林飛と絵先の専用の品種がある。種が安い在来種や、線虫駆除用紙は、3月下旬から4月にかけ、栽培地に直巻きし、種が見え隠れする程度に複土する。発芽してきたら、混み合ったところを間引き、株間が30センチメートルくらいになるようにすればよく、育つ。 種が高価な一大広廃種は、朝鉢に丁寧に巻き、2ミリくらい複度して、乾かないように管理し、本場が出てきたら、花壇に30センチメートル間隔で定植する。比較的強健な植物であるが、高温と多湿に弱いので、咲き終わった花柄や込み合った枝はこまめに除去し、梅雨明け後に根本から一節を残して切り戻してやると、また秋になって開花する。ありがとうございます。